はい、こんにちは、おもちゃんねるんです。さあ、今回はこちらを見ていきたいと思います。はい、こちらイオンで買ってきました。何を買ってきたかというとこれですね。はい、こちらね、トミカタウンのビルドシティ、その名もね、イオンモールです。はい、今年からね、始まったトミカタウンのビルドシティ、ついにイオンオリジナル商品が登場しました。さあ、ではね、もう早速どんなものかね、見ていきたいと思います。はい、まずね、どんなものができるかというと、ここに標準的な組み立て例が写真であります。1階とね、2階に駐車場のようなスペースがあって、スロープが2つ、でその上にイオンモールの店舗があるという、なかなかね、立派なイオンモールが作れるようになってますね。で、横にね、組み替え例があって、ビルドシティならではのいろんな形のモールが作れるようになってます。で、箱のね、側面に書いてますね。ギミックはシューターボックスにディスプレイボックス、そしてプレート、スロープ、このあたりはね、もうおなじみのギミックになってますね。で、箱の裏面、はい、ここにもね、いろんなレイアウト例やセット内容で、左下には、はい、こんな感じでね、最終的には綺麗に一つにまとめて片付けられるようになってます。さあ、それでは早速中身を取り出して、トミカタウンビルドシティイオンモール作っていきましょう。あ、はい、まずね、ここの部分にね、紙小物があるので、後ほどね、切り取りたいと思います。さあ、それでは中身は、あ、これは裏側か、こっちが表ですね。では見ていきます。よいしょ。はい、こんな感じでかなり充実したセット内容になってそうですね。まずは袋の中身、では出していきましょう。紙小物系がいっぱい入ってそうですね。おなじみの紙にシール関係が1シートで1番から12番まであります。で、あとはね、ボックスの中に入れる店舗の風景の紙が2枚と、あと駐車場のシートですね。駐車車両は5台と、あと軽が1台止めれるようになってますね。で、そこそこね、大きめの2つ折りの説明書で、他のパーツ見ていきますね。はい、まずこれがね、ディスプレイボックス。今回はね、袋を全てね、ハサミで開けるような形かな。ディスプレイボックスが1つ、これもそうですね。はい、こんな感じでね、クリアのタイプのものが2つ入ってます。で、これがシューターボックスですね。はい、こんな感じでね、くるっと、とてもね、イオンモールっぽいカラーになってますね。で、それ以外はと、これがブロック関係で、正方形のタイプのブロックが2つと、で、長方形のね、タイプのブロックが1つです。で、これがガードレールとかの小物系だと思います。よいしょ。正式名称はガードパイプで、それが5つと、あとバス停と駐車場の看板ですね。で、これが、よいしょ、かなりたくさん本当入ってますね。通常のスロープとロングスロープが1つずつで、看板が2つに、段差のスロープがダブルタイプが1つですね。で、通常の段差スロープが2つに、支柱が3本です。で、これがラストの袋かな。一番大きな袋がね、プレートですね。よいしょ。はい、いろいろね、ちょっとくっついてるんですけど、大きなね、プレートが1枚に、2分の1のプレートが1枚で、シューターのパーツが1つ。はい、すべて出し終わりました。こんな感じです。かなりね、充実したセット内容になってますね。ただ今回はね、イオンオリジナルでよくね、付属しているトミカとかね、そういったものがね、ないので、そのあたりがね、少しだけ残念ですかね。もしね、トミカをお持ちでない方は、一緒にトミカも購入しましょう。さあ、それではね、どんな感じになるのか、早速ね、イオンモール作っていきましょう。ではまずはじめに、1番からね、12番まであるシールを貼っていきたいと思います。あ、その前に失礼しました。これ忘れてましたね。箱にね、ついている紙小物を切り離すの忘れてました。これがね、 A と B の2枚ですね。お、ちょっと失敗、大丈夫かな。はい、 OK。 ちなみに今切り取ったね、反対側のこちら、間違ってね、ここを開けると、はい、こんな感じで反対側についてますって注意書きあるんで、こういうのはね、分かりやすくてありがたいですね。さあ、ではシール貼りに戻りましょう。まずはシューターボックスをこんな感じでね、開けてしまって、内側にね、1番から3番貼っていきます。左から1番、真ん中に2番で、右に3番ですね。はい、こんな感じです。風景はイオンの食料品売り場のような感じです。で、シールを貼ったらこんな感じで組み立てておきましょう。で、4番のイオンのシールがこのブロックのこの形のタイプですね。それのここの部分に貼り付けていきます。続いて5番のイオンモールのシール、これがね、もう一度シューターボックスのこの部分、これがね、一応お店のね、入り口のような場所になるんで、ここの部分と6番がここですね。
6番はもう1枚あるので反対側にもこんな感じで貼ります。で6枚にね少し細めの7番、これがこの扉の両サイドですね、細い部分にこんな感じで2枚貼ります。で8番のイオンモールの大きな看板のシール、それを看板のパーツにペタッと。でもう一つね大きい9番のシール、これも看板のパーツにペタッと貼ります。9番はね上下ね間違えやすいと思うんで気をつけてねシール貼ってください。で10番11番はバス停ですね、イオンモールと書かれたバス停、その下にはこれが時刻表です。でラスト12番が駐車場の看板、これはね裏表があるんで向き気をつけて貼りましょう。溝がね浅い方が表になってますね。はい、これでシールすべて貼り終わりました。では続いてねディスプレイボックスを開けて紙のシートをね入れていきます。一応向きはね看板をつける溝があるんでこれが正面ですね、正面の方に店舗の風景が見えるように入れます。はい、これで蓋をして、はい、これで一つ目が完成で、もう一つも紙を折ってと、これもこんな感じで入れて、はい、出来上がりました。ただちょっとねなんかパッケージをね見た感じはこれね逆になってるんで今はねこの向きにしておきますね。でまたまたね紙小物の存在忘れておりました。これシューターボックスに入れるもので、買い物カートがね描かれているものが左側で、エスカレーターのものが右ですね。はい、こんな感じで差し込んでもう一度よいしょ組み立てておきます。はい、さらにねイオンモールらしくなりましたね。さあではねまず基本的なレイアウトから組み立てていきます。まずはね大きなプレートのね向きをね間違えないように注意して、ここにね支柱を3本つけていきますね。はい、こんな感じになります。でその下にねこのタイプのディスプレイボックス、これをこんな感じで取り付けて、その上に2分の1プレートを少しね出るように取り付けます。でプレートの上にイオンモールのシューターボックスで、ここにね何も書かれていない看板をつけて、その上には自転車の絵柄のディスプレイボックスをつけます。でそこにイオンモールと書かれた看板を取り付けてと、さらにねその上に少し長方形のブロックを左側で、もう一つのブロックをこちらの右側ですね。でさらにこのね看板のシールを貼ったブロックですね。さあではあとはね小物をつけて完成ですね。ガードパイプをつけていきましょう。こんな感じでと5箇所に差し込んでいきます。でここには駐車場の看板と、その横にはねシューターパーツで、あとは下の部分にね駐車場のシートを引いてあげると、はい、まずこれで基本レイアウトのイオンモール完成しました。いやー素晴らしいですね。ではね見ていきましょう。ではまずね一回ちょっとくるっと見てみましょう。こんな感じですね、駐車場どけてと、はい、大きなスロープが2つで、駐車場ね一応2階建てになってますね。で1階に店舗があって、ここにはねシューターがあるんで好きなねトミカで発射するができます。で後ろ側くるっと回ると1階部分がね開放感のある駐車場の入り口になっていて、でここがねちょっと危ないですね、自転車売り場の入り口があります。まあ別のねビルドシート組み合わせてここもねちゃんとしたね入り口にすると楽しそうですね。でこっち側にもくるっと回って、本当に横から見てもねかなり迫力あります。でもう一度正面に戻って、はい、こんな感じのイオンモールが出来上がりました。で遊び方はねもう本当すごく簡単ですね。でまずねこの2箇所あるスロープをお気に入りのねトミカを使ってこんな感じで上り下りできるのと、あとねここにねシューターパーツがあるのでトミカを使ってね発射遊びができるようになってますね。で1階のね駐車スペースも軽自動車を含めて6台分あるんで、ここの部分にもねお気に入りのねトミカたちをねいっぱいこんな感じで止めていきましょう。ちょっとねシートを置く位置をこれぐらいにしといた方がいいですね、スロープに当たっちゃうんで。なんか両サイドにね警察署とかコンビニとか置いても結構楽しそうですね。はい、まずねこんな感じで基本レイアウトでした。さあではね基本レイアウトをね一通り見終わったので、
続いてはまだね使っていないパーツがこんな感じであるので、別の形のモールもね作っていきましょう。じゃあ次はこのお店がたくさんあるイオンモールを作っていきます。大きなプレートにディスプレイボックスで、横にプレートを並べて2つをねつなぐように段差スロープ、その横にはシングルタイプのスロープで、支柱を1個2個3個つけて、ここに駐車場の看板で、ここにバス停ですね。でガードパイプをこんな感じでよいしょ取り付けてと、で上に自転車屋さんで、隣にシューターボックスで、看板をつけようと思ったら中身が逆の方が良さそうなので入れ替えて、よいしょ、ここに何もない看板と、こっちにはイオンモールの看板で、上にブロックを2つとイオンのブロックとで、シューターボックスのここを外してロングスロープに付け替えます。で普通のスロープをここにつけてと、駐車場のシートをここによいしょ、こんな感じで置くと、はい、こんな感じで2つ目のレイアウト、お店がたくさんあるイオンモール完成しました。あ、こっちの方が僕的にはレイアウト好きですね。なんかかっこいいですね。すごく実際のお店っぽいレイアウトになってます。これはいいですね。僕ほんとこっちの方がおすすめですかね。後ろもね結構すっきりしてますし、ほんとね正面はこんな感じでね、イオンモールっていうね感じがすごくします。バス停がねここにあるんでね、お気に入りのねバスのトミカをね並べたりとか、あとはねもうさっきと同じように好きなトミカをね駐車したり、あとはねシューターボックスをロングスロープにね付け替えたので、この中にねお気に入りのねトミカを入れて、シューターボックスをねこんな感じで開けて、はい、こんな感じでトミカの発車遊びもすることができるようになってます。なかなかねほんと素晴らしいレイアウトだと思いますね。これはいい。僕の中ではね次にやるレイアウトよりもこれの方がね多分ねお気に入りになりそうです。さあではね次にこの高いビルのねレイアウトをね作ってみましょう。さあまずはねプレートをね2枚並べて、でその2つをねつなげるようにシューターボックスを取り付けます。でイオンの看板に、その上に支柱を2本ですね。でこのブロックを2つ組み合わせて、支柱と支柱の間に置きます。でその上にねディスプレイボックスを置くんですが、ここでまたね紙を前後入れ替えて、でこんな感じで置きます。で何も書かれていない看板をつけて、その上にさらにディスプレイボックス、おー、かなりの高層ビル。で一番上にねイオンの看板のブロックをつけます。であとは1階の部分、ダブルのタイプの段差スロープとシングルの段差スロープで、ガードパイプをこことこことさらにこれとここの2箇所につけて、駐車場の看板に、その隣にシューターですね。で通常の長さのスロープをここにつけて、こちら側にバス停の看板にロングスロープを取り付けます。でこの横のところにね駐車場のシートを置くと、はい、これで今回のレイアウトでは一番広いですね。背の高いビルと広々駐車場のモールというレイアウト完成しました。いや本当ね、その名前の通りね、かなりね背の高い4階建てかな、そのねイオンモールにかなり広い1階の駐車スペース、バス停もあるんでね、本当にねいろんなタイプのトミカをね広々と並べられるようにねなっておりますね。このレイアウトもね本当広々とねトミカ遊びができるんでね、こう小さいね男の子とかこう高い建物とかすごく好きなんで、割とね子供にとってはね楽しめるレイアウトかもしれませんね。他のねビルドシート組み合わせてちょっと2階を作ってね立体的な駐車場にするとさらに迫力が増すと思います。またねそのあたりはねビルドシーシリーズもかなり溜まってきたんで、他の動画でねいろいろとねチャレンジしてみたいと思います。はい、最後に2つ目にね紹介したレイアウトにしましたが、やっぱりね僕的にはこれが一番おすすめです。すごくね安定感のあるレイアウトですね。まあ基本的なねレイアウトだけではないんでね、もし購入された方はいろんなねレイアウトを試してみてください。
はい、ということでね、今回はイオンオリジナルの初めてのね、トミカタウンのビルドシティイオンモールを組み立てて紹介してみました。いや、ついにあのイオンオリジナルのビルドシティが発売ということで、早速ね、もうイオンモールが来ちゃいましたね。まあイオンね、オリジナルのトミカシリーズもね、今後いろいろ出てくると思うんで、またね、ほんと楽しみにしたいと思います。ちなみにですね、今回イオンでしかね売っていないこのビルドシティなんですが、このね、イオンのオンラインショップのキッズリパブリックというところでもね、お一人様一点限りで販売されているので、お近くにね、店舗がない方はね、こちらで購入してみてください。ただ値段のことはね、ちょっと少し触れてなかったんですが、少しね、値段しますね。税込みで4298円です。もしね、興味がある方はね、こちらね、リンクの方もね、概要欄に貼っておくので、そちらからね、覗いてみてください。ということで、今回はこの辺りで、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価、どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あと、ツイッター、インスタもやってるんで、そちらの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。では、今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。さあ、明日はね、今月のトミカの発売日です。そちらもね、どんどん紹介したいと思うので、また楽しみに待っていてください。ではまたお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。バイバイ。